今日のテーマです。というかここからはちょっと過去に流行ったというか今も流行っているダイエットについてちょっと考察をしていきたいと思います。というかまあ過去にというかダイエットっていうのはファッションの流行と一緒でいろいろなブームが仕掛けられたものから、本当にやっててこう火がついたものからいろいろあるんですけれども、そのお話をしたいと思います。でうまく利用できればいいところど、その流行りのいいところ取りをしていければいいんじゃないかなと思うんでちょっとお話をする。まずトップバッターは、リンゴダイエット、リンゴダイエットさん、いわゆる単食系ダイエットですね。本当に流行った時はまさしくリンゴだけを1週間食べなさいとかいう感じ、それも3食リンゴだけにしましょう。で単食系ダイエットの特徴としてこうそれで毒出しをしましょうっていうような言い方をして、まあ、断食系の補助食みたいな感じの捉え方だったりしたのがきっかけで、何年か前に流行ったことがあります。でただそのよくこの単食系のダイエットってのは危険なので、あまりこうやりすぎるのは良くないですね。栄養が当然偏りますし、それからリバウンドが起きます。どうかなというふうに思います。リンゴの中に含まれている食物繊維だとかいう部分、それから栄養の部分、ビタミン C が豊富でというところから腸の動きを良くしましょう。それから活性酸素、まあ、当時ダイエット、リンゴダイエットが流行った時に活性酸素みたいな言い方はまだ言葉としてブームではなかったので知られていなかったですけれども、こう毒出しをしましょうという観点からこう流行った。でまあ食事制限をもの意味も含めて3食それで行って3日間ぐらい続け、1週間ぐらい続けなさいとか、調子が悪くなったりする人も結構出たりしたんですね。でまあ単食系ダイエットあまり進めません。でまずそのリバウンドするんで、ただそのいいところ取りをして、この後にも言うんですけど、このリンゴを朝食に当てはめてみるといいかなと思います。朝何も食べないですよという人にぜひじゃあリンゴを半分でなくてもいい、2かけ3かけ食べていくというのは胃にも腸にもいいです。ぜひそういう意味で利用していただくととてもプラスになるんじゃないかな。リンゴダイエットはぜひ朝食に当てはめてほしい。まあ、夕食に当てはめてもいいんですけれども、夕食をがっつり、日本人の食生活って、ね、夕食がメインですから、夕食を減らすというのは苦痛です。それを苦痛と感じなければ夕食に当てはめてもらうのが一番ベストだと思いますけど、それだと食べた感じ栄養とか足りないと思うので厳しいダイエットになります。朝食に当てはめると特に2食だった人は3食にするのをリンゴにするというのはとてもいいんじゃないかなと思います。以上です。